笠岡湾間宅地の地盤改良工事、現場笠岡バイパスは、岡山県笠岡市西大島神殿から同志模平に、至る国道2号のバイパス道路である。笠岡市における渋滞の緩和と、社会、経済活動を支援することを目的として、計画されたバイパスである。地域高規格道路倉敷福山道路の一部を構成する道路で、速道部のみ、暫定供用されている。 2008年3月15日に、速道部とその関連道路として、岡山県道47号倉敷、長浜笠岡線の振動が同時開通した。昭和50年代に笠岡湾バイパスとして構想される。この段階では、当時計画されていた玉島笠岡有料道路の終点から笠岡湾間宅地を通り、広島県福山市の福山内港に至る構想と、 なっていた。1988年度に、笠岡市西大島神殿から、笠岡市模平に至る、一般国道2号笠岡バイパスとして事業化された。部分開通時の国道2号三原バイパスのように、現道からバイパスへの積極的な誘導を図った、結果、バイパスへの接続道路において、沿道環境が悪化したという事例もあって、 国道二号限道からの案内標識等によるバイパスへの積極的な誘導は行われていない。主に、笠岡湾岸宅地内を通る、玉島笠岡道路、笠岡バイパス福山道路。ありがとうございます。